ジャズ先生、カシノドロ。どうもこんにちは、ジャズギタリストレイターです。ということで今日はジャズスタンダード There Will Never Be Another You のアドリブ応用編いきましょう。ということで、ついにアドリブ編になりますが、今までのね、このシリーズをしっかり踏まえた上でアドリブをやるとより効率的にね、覚えられるので、ぜひぜひまだ前のやつ見てないよって方見えましたら、ぜひ見ていただければと思います。とりあえず前回やった3つのスケールね、これは確実に覚えてないといけないので、やりましょう。メジャースケールですね。で、次はミクソリディアになります。で、次はハーモニックマイナーです。とこれ6を入れてあげるとね、いろいろ便利になるので、ついでにね、覚えてみてください。で、この3つのスケールの中で特にミクソリディアのね、ちょっとね、これに一手間加えるといろいろ効果的だよっていうところがあったね。フラットナイン、最後一度に行かずフラットナインスにすると、ここの例えば E のミクソリディアンだとってやると、ここ C7 から見たらメジャーサイドになります。そうするとここでドミナントモーション起きて F に行きやすいよとか、そういうのあったね。なので、そういうのをしっかり踏まえた上でやっていきましょう。ということで、最初 E フラットメジャー、ここの6弾いてます。ポンと、ね、めんどくさければセブンスでも何でもいいです。これを元にアドリブを作っていきます。1、2、3、4、1、2、3、ここまでですね。2小節、5と6、16分で弾いて、あとはスケールで下がっていくだけね。3、2、1、7、メジャー7、6、フラット6度で6度、6度で5度、4度、メジャーサードになるね。という感じで、という感じになります。このフラット6度入れるとすごいスムーズにいくよね。で、なんか合わないねっていう感じで、なのでこれがね、フラット6の効果になります。バリーハリセオリーのね、ところでよく、詳しく語ってますので、もし興味がある方はそちら見ていただければと思います。まあ、とりあえずなんかスムーズに琴が運ぶよっていうだけで、ここからいっぱい下がっちゃいます。 E フラットから見て5度6、メジャー7まで下がる音が、ここのね、音域が変わるのでちょっと締まるよね。ね、ちょっと雰囲気が変わります。ではこの雰囲気が変わった後、次 Dm7fg7 になります。どう、立ち向かうのかやっていきましょう。で、次 Dm7fg7 のところあったね。これは基本的に Bb7 のミクソリディアンを使ってやるよっていうのをお話ししたね。で、フラット9出すとここ解決できる C に行けるよっていうね、お話だったね。なのでここは1になります。で、ミクソリディアンから見ると5度ね、基本的にこの中で収まってますが、 Dm7fg7 のこのm25のよくあるフレーズを弾きました。ね、みんなね、こっちでよく見てたと思うけど、ね、
だけどもここの G7 のところ、ね、または E フラットのキーの周りでうろうろできるとすごい便利だよね。なのでこういう見方も持っておくとすごい便利です。になります。でこの音はミクソリディアンにないんですけども、まあ、アプローチノートと思っていただければ大丈夫です。嫌だったらとやってもいいです、ね、でフラット9に到着してちょっと上がっちゃいます、ね、ここの G の1度になります。では解決した先は次 Cm7 になります。ここ何をやるかっていうと E フラットのメジャースケール見ていけばいいよっていう話だったね。パラレルコード平行調の関係でこれが使えるよっていう。ではこれどうやってやってるか、ここまでだね。ここを見ていこうか。もうこれ全部 E フラット内だもんね。メジャースケール内。これを C から見ていくと3、4、5、7、5で、ここフラット6度になります。で、ここ2-5じゃないのでドリアンの6をやるとちょっとまだ違和感があるよね。なのでそれを避けてやると E フラットメジャースケールがちょうどいいんだな。この音が入ってます。これ E から見るとまたフラット6度の音、ね、なのでこういう理由で使ってもいいですとなります。 C から見ると5-3-1度で、メジャーセブンスになるんだけども、で半音下がってセブンスでフラットさ、13じゃなくて、フラット6度ね。でこうなります。でこれで6度いって、シャープ11になります。ここの時はセカンダリードミナントとして F7 を使います。でこれ使っても使わなくてもどっちでもいいんですけども、こうやって隠してスッとねこう出すことによって、ね、おしゃれに次のコードに移りやすくなります。で次セカンダリードミナントを出した先は Bb-7 で Eb-7で、この時はもう4度のこの A フラットのキーに転調しているような感じで使っていいので、ここは思いっきり2-5での感じで使います。なので E フラットのミクソリティで、見ていきます。っていう感じで使ってます。 E フラットマイナーから見ていくと4、シャープ11、5度でマイナーサード、でここ B フラットマイナーから見ていくと4、半音上シャープ11、5度でマイナーサードいって9スいって1度いって4度でマイナーサードね。で次 F7 や E フラット7から見ていくと6、4、2、1度ね、これ変なのが入ってきた。フラット9で7スそんだけだね。意外と変なことやってるようで、このフラット9ただ弾いてるだけですね。という解決と同じだね。これ実はあるものが隠れています。ここ見ていくと A メジャーから A フラットメジャーにね、こういう動きがあるので余計に変な、聞こえ方がします。では次 A フラットメジャーブリッジきましたね。でここ A フラットメジャー、もうメジャースケールでいいよって言ったね。リディアンでもどちらでもでもいいんだけど、もうめんどくさいのでメジャースケールにしときました。
と言った後、半音下がると A フラットメジャーのメジャー3となります。3、5、メジャー7、ナイスという感じでアルペジオで上がってきます。ね。で、A フラットマイナーに行きます。はい。で、ここは E フラットのハーモニックマイナー弾きますよという話でしたね。で、ここ、マイナー2-5ね、と見ると、B フラットの HP5 だね、ハーモニックマイナーパーフェクトビロー5を使ってるのと同じです。なので、サブドミナントマイナーはほぼドミナントと、ね、マイナー2-5のドミナント解決と同じようなもので使えます。で、ここはもう、ね、思いっきり使ってます。で、いくので、終わるのではなくて、で、ここでフラットナイスに上がってあげる。ね、で次で E フラットメジャーも思いっきりメジャースケールを使っていきます。でここまでになります。フラット6で終わってます、ね、でこの後 Dm7 フラット5 G7 に行きます。でここはもう B フラットのミクソリディアン見ていくよってあるね。なのでここからなのでここから下がってとなります。なのでここの Dm7 のここの4度から7度に下がる。でここ半音下がるともう G のメジャーサードなので、ここでねディミニッシュオルタード解決というかね、ね、なります。で次Cm7 F7 になります。でここ F の、ミクソリティアになります。ね、メジャーサードターゲティング、サードに、ターゲティングで、セブンスにアタック。で、ここでもう B フラット7いきます。ここだね。で、そうするとここメジャーセブンスになるね。もうコードトーン弾いてるだけ。で次変なの出たねになります。これ何だというと、とりあえず B フラットから見ていこうか。7-1-3-5-7、ね、でここ7フラット9サードフラット13いってセブンスになります。不思議でしょ。でこれ何を見てるかというと、セブンスの半音上のマイナー6のアルペジオを弾いてるだけです。でそうすると B だね、 B のこれ6度から1度いってマイナーサードいって5度いって6度ね。だけどこれセブンスから見るとフラット9とフラット13が入ったような不思議な音になる。まあ物の見方を変えるというだけです。ね。っていう感じでやっております。ということでちょっと長くなってしまいましたので、いろんな情報があって頭がねパニパニパニックになってしまいますので、今日はここで一旦終わりたいと思います。前半戦終了という形ですね。はい、という感じで今日は以上になります。こんな感じで楽しく練習していただいて、楽しいジャズギターライフを一緒に送っていきましょう。ということで今日の動画いいねと思った方はぜひいいねボタンやコメント欄に何か書き込んでいただければ大変励みになります。で特になんとも思わなかったよって方がおりましたら、コメント欄にポッカのレモンとだけでも書いていただければこれ幸いでございます。ということで料理の時にいちいちレモンを絞るのがめんどくさいので、ポッカのレモンじゃないですけど、アメリカにも同じようなのがあるのでそれを愛用している私レイだけですけども、Facebook や Twitter、Instagram などをやっております。低頻度でやっておりますので、早く何か書き込めやという、ね、
あれを込めつつ、フォローしていただきながらいじってみてはいかがでしょうか。ということで最後までご視聴していただきましてありがとうございました。ではまた次回もお会いしましょう。バイバイ。